てか本当に聞くのこれ。マジ謎。もしもし。はーい、ヤミコね。あ、うん。あ、うんうん、今全然大丈夫だけど。はーい、うん。何？どうしたどうしたどうした。え、急に電話かけてくるの珍しくない？普段電話とか全然しない。しないよ。いつもしてこないじゃん。あ、え、で何何何何。何何よ何よ何何あ、あ、うんうん、川島。あ、うん、そう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 、うんうん、付き合ってるって言ってた。うん、はいはいはい。うん、どうしたの。あれでしょ、川島がうちと付き合ってるって話でしょ。それがどうした、それが急にどうしたどうした。うん、川島が、うん、うわ、いや、え、何浮気。うちの彼氏が浮気してる。やだ。何言ってんの何言ってんの何言ってんの。やめって。だってあんた会ったことないじゃん、本人と。写真しか見てないじゃん。特徴的な顔立ちだから分かりやすい。え、やだ。何言ってんの。え、赤い服着た私の彼氏が今日全然知らない女と手をつないでた。え、嘘じゃん。じゃあちょっとストーリーで確認していい？一回服の色多分今日載せてたからさ、インスタのストーリーで見るよ。絶対違うから、誤解だから絶対。そんな、あいつそんな勇気ないから浮気するような。じゃあちょっと一回確認するわ。確認してみるね。何言ってんの。ストーリー、今日のコーデは赤、真っ赤っか、これじゃ目立つ。うん、なんかさ、赤い人って、え、最近赤って流行ってない？多分最近赤ブームだよ。最近赤ブームすぎるから多分、うん、うちの彼氏じゃないと思う。赤着てたけど赤最近ブームだから、うん、全身真っ赤っかだった。そいつうちの彼氏だわ。うん、多分うちの彼氏だわ。浮気してたで。どの辺で見た、どの辺で見た。浅草、浅草で手つなぎで食べ歩きデートっぽかった。がっつりデートじゃん。浅草ってもう舞台からしてがっつりデートじゃんね。たまたま友達と遊ぶようなスポットじゃないよね。がっつり浅草デートしてる。それ何。しかも彼女の方浴衣着てて、うん、一緒に手伝う。がっつりじゃん。浅草満喫しちゃってね、それ。満喫パターンだね、それね。うちでも行ったことないから、浅草。ふざけんな。マジふざけんなっていうか、今思ったら、あいつのこと、そんな好きじゃなかったかなって。うん、好きじゃなかった。うん、なんか、うん、別にいいかなって思ってる。嫉妬もないもしないし。うん、別に浅草デートしてても、ふーんって感じだし、明日振ろうと思ってた。なんなら明日振る気だった。うん、全然気にしないで。気にしないで、気にしない。うん、全然、全然大丈夫だから。うん。うん、なんならストック5、6人ぐらいいるし。うん、全然大丈夫。あ、てか、ママがご飯って呼んでるから。またね、バイバーイ。その後、川島から振られたことは言うまでもない。